私の名前は磯部幸和と申します。磯部陶園は1795年創業の御用であり、宍戸藩の御用窯として作陶を始めました。10代目にあたる私は52年のキャリアがあります。と、私の作品の特徴は歴史ある笠間の粘土を活用し、現代ニーズに合った作品作りに努めています。